いっぱい入り込んでるな。いや、取り付きすぎだな、マジで。限界が近い。何？ああ、全部変わった。あ、門が。はい、どうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、週末、何してますか？忙しいですか？作ってもらっていいですか？第12話、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。スカスカですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第12話最終回でございます。本当に1話冒頭見て、もうこれ以上見たくないと、ずっとずっと見たくない見たくないと思いながら見てきたスカスカですけれども、彼女たちの物語も、とりあえずは多分ここで一区切りっていう形になるんでしょう。もうやっぱり1話冒頭で、まあみんな死んでしまったんじゃないかみたいな、もうかなりなんかやばい流れになってるんじゃないかっていうところではあるけれども、ただその後にまだ続きがあって何か奇跡が起きるかもしれないとか、まあまだまだ、まあ本当の最後の最後を描いたわけじゃないからね。結局あの1話はどういう風になっていって何に繋がっていくのか最後まで見届けようと思いますので、クトリとビレムの活躍を見逃さないようにしていきましょう。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さて、あ、さて、上がった、上がったけど、あれ、ノフトたちは？あ、やばい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 。いや、暴れてるけど。ビレム？そうか、あの人たち。ああ、そうか、アルマリアかもしれない。獣になって。戦えば。リーリア、アルマリア。うわ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 。うわぁ。いやーもう、息を飲んでるよ、こっから先。そうか、これが置き換わってるんだ、クトリが凍ってんの。あなたに愛を刻めるんだろう。これで合わせていただけたらと思います。さあ、ここがリリアでっていう。大賢者は、スウォンは知ってたのかな？このクトリの、何？妖精の真実的なもの、エルクと、もう地獄。でももう、上がったらもう、あとは、あとはもう中の、いやーいっぱい入り込んでるな。え、こんな入り込めるの？取り付いてた？ねえ。
ボロボロじゃん。目がもう限界近い。ああ、ランたちが上がってきてる。いや、取り付きすぎだな、マジで。叩き落とさないと全部。いやいや。あの町の人たちの分だけいるんだもんね。ヒストリア。やば、足。やばい、刀。やべえ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 。あ？ビレム？うわ！叩き落とす。あ、まだ？血？あ、もう、ビレム自身も、やべえ、開いちゃってるんだ、古傷が。無茶しすぎてる。ひたすら戦ってる。いや、マジできつすぎる。多すぎるな。二三分。臓器も機能してないんだもんね。それでも戦うんだね。やばいな、もう限界近いな、ビレムも。
る。戻ったら、世界で一番幸せな女の子、クトリ。消えてても守れん。やばい。限界が近い。何？侵食が。ここでまた起こすの？体が。なんで爆発してる？ああ、そこで。やばい。やばい。やばい。ねえ。門が開く？開く気？レン！クトリ？完全に最後の残ってる部分、なんとか。なんとか頑張れない？やばい。ずっと思ってそばに。
やばい。降りる。これラストにつながる。もうほとんど そうか、こう言ってたんだ。気づい、ああ全部変わった。どうなるの？くとり、応援してくれてる？あ！やばい、鼻拭いたので拭いちゃった。やばい！あ！くとり、はあ、最後に、やばい。あ、門が。開いた。
人。どうだったの？どうだったの？ああ、二人はもう考え抜いた。二人は生き残った。三人は戻ってこれなかったけど、死んだの？もうすぐ春。いなくなってから多分ティアットたちは代わりをしようとしてるのかな。ああ、ブローチ受け継がれていく。死んだってことか、やっぱり。結局やっぱり生きることはできなかった。鼓動探知に反応しないってことは3人とも、え？お？生きてる？なんかでも明確にね、終わった描写がないんだけど、前世の感情？クトリの来世？一人の次の世代？はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、いや、もうすいませんね、本当に。もう顔面がぐしゃぐしゃで、もう見るに耐えないものだったと思います。
僕ももう画面をね、とりあえず見ていかないといけないし、でも涙で前見えないし、ね、鼻水もよだれもダラ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 出てきちゃうし、もうなんかもう辛すぎていろんな汁が顔から飛び出てきちゃうし、もうどうしようっていうので、もうただただこうやってもうなんかもう出てくるものを全て抑えながら、うん、ここを離してしまったら多分おえつまで出てしまいそうで、うん、クトリとビレムの掛け合い、なんかずっとね、クトリは前を向いているじゃないですか。幸せだったな、幸せにしてやるって言われて本当に嬉しかったなっていう風に思うし、なんか今を噛み締めてるし、これからを見ている感じというか、その事実に対して喜んでいるけど、なんかビレムに関しては、そんなクトリに対してこれから消えてしまうっていう生々しい何か絶望的なものを感じているように聞こえて、失いたい、ね、失いたいっていうか、失いたくないものが、ただただ目の前でひたすら消えていく様をずっと見つめ続けている感じ。好きな人のために戦い続ける、幸せにしてやるって言ってくれた人のために、戦い続ける、その、なんか、喜びじゃないけど、誰かのためにっていう、そういう思いがすごい多分クトリの中では幸せで、誰かのためにビレムのためになってるって思える実感として常に心の力湧き上がって、あの言葉が出てるけど、ビレムに関しては消えないでくれってずっと思いながら、きっとあのセリフを言ってたんだなっていう風に思うけど、でもどうなんだろう、4つあったよね、あの鼓動探知生きてる？なんか死んだ雰囲気はなかったよね、どうなんだろう。ちょっと待って、二つ三つ四ついくつだ、ちょっと待ってね。二つこれ、どっちなんだろう。二つっぽいけど、どっちなんだろうこれ。ちょっとわからんな。二つだとしたら、誰だ、ビレム生きてるせ、もう、クトリはちょっとやばいよな。望み、どうなんだろう。でも、クトリって多分あれ、門開いたよね。多分、あれ、最後の言葉だよね。ありがとうって。ネフレンは生きてるのか？え、でも、線はあるよな。でも4つだとしたら誰？グリックは帰ってきてるもんね。うん。いやー。どうなんだろう。なんか、でも続きがないから考えるだけ無駄です。続きやる？やらないっすか？続編ないっすか？なんか2部があるっていうのは聞いてるんだけど、作らないっすか？ 2 期。ちょっと、僕、このままじゃ耐えられないんだけど。耐えられないよ。耐えられないよ、どうする、どうする、どうするっていうところであるわけなんですけれども、いやー、もうでもやっぱり、うん、辛いよな、アイセアもな、正直レンまでやばいっていうか、ちょっとで本当に最悪のシナリオとしてしか想定してなかったのよ、全滅っていうかね、このあの3人が誰も帰ってこれないっていうのは。いやー、レンは少なくとも無事かなと思ったんだけど、でもあれ二つだとしたら、レンかビレムだよね。レンとビレムだよね。ちょっとクトリはかなり望み薄だよな。どうなんだろう。でもだってあれ最後がだってクトリの多分来世でしょ？前世の記憶を引き継いでってことだから、もう開いて来世になってるわけだから。あの子がクトリに変わる？それはちょっと、あの、クトリの来世にリスペクトがなさすぎる。うん、クトリの体、やっぱり妖精って死んだらどうなるのかっていうのははっきり明示されてないからさ、クトリをなんかあの泉みたいなところに沈めたら人格戻るとかないっすか、そういう展開。いやー、なんか続きどうなってるんだろう。でもこれ、でもこうやって走りながら多分わかんない、だって原作の続きがオーディブルで読めるらしいんだけど、ちょっと僕の精神状態的にも到底読めるものではないという形ではあるんですけど、とはいえなぁ、とはいえ気になるところではありますよね。続きがあるとしたらどうなるのか、ティアットたちが多分活躍していく話になっていくのかなっていうところで、結局やっぱり大筋は分からなかったよね。かなりやっぱりクトリたちのやっぱり関係性っていうものをかなり細かく書いていたから、
もう多分ここで着地させるっていうのはもちろん見えていたんだろうね。やっぱり全体的なやっぱり物語の筋もあると思うんだよ。やっぱり何星神だっけ、なんかエルクハルクステンがうんぬんかんぬんとかで戦ったりだとかっていうところで、まあ何ソーンが何をしようとしてるのかとか、人間は獣になってどうしてどうしてみたいな、そういう大筋の世界の流れっていうものはあるんだろうけど、その中でもビレムとクトリにかなりフォーカスして細かく描いてたと思うから、やっぱりそこが大事なところでもあるし、やっぱりまあ、一番大事な部分っていうか、やっぱりヒーローヒロインの関係性、主人公とヒロインの関係性ではあるから、描くっていうところではあるけど、ただでもやっぱりサブでは収まらないぐらい深い世界設定を練ってるよね、この作品はね。ちょっとしたおまけの世界設定ではないよね。あくまで舞台装置としてこういう世界がありますよねってわけじゃなくて、多分大きな流れっていうものが全体としてもあるはずなんですよ。そこがやっぱりちょっと、やっぱり、なんだろう、クトリと、やっぱりビレムの関係性を掘り下げるために若干犠牲になってるのかなとは思ったけど、まあでも、続きあればいいんでね、そこら辺はね、制作人さんお待ちしておりますよっていう、お待ちしておりますよって言っていいのかこれ。ちょっと、もうこのような展開がいっぱいあったら僕はもう非常に心苦しくなってしまいますけれども、どうする？汁全部出るぞ。耳から出るよ。まだね、僕はね、目と鼻と口で済んでる。耳から出るぞ。多分。もう本当に、なんかもうさ、まあでもやっぱりね、こうやって、やっぱりこの作品と出会ってよかったなとは改めて思いますね。まあでもやっぱりなんか、ね、なんとなく雰囲気はね、タイトルからもなんかもう伝わっては来ているので、いろんなところで名前が上がったりっていうのも見てるので、まあいつかやっぱりアニメファンとしては、この作品と向き合わなきゃいけないなっていうのは、もうもちろんのことを思ってたから、まあ、このタイミングで、出会うとは思わなかったですけれども、出会ってよかった作品であることは間違いがないし、多分もう僕は、二度と、多分、見たくないというか、二週目はちょっとご勘弁願いたいかなってなる作品ですね。これ褒めてますよ。これ昔から僕のチャンネルを見ている方ならわかると思うんですけど、二週目は勘弁願いたい。二週目は見たくない。二度と見たくない作品です。はい。これ褒めてますからね。この一週目の感情をね、すごい大切にしていきたいから、多分もう二度と見たくないです。はい。もう薄れちゃうからね。二週目三週目していくと、分かった上で見ていくと、どんどんあーってなっちゃうから。この一週目で抱いた感情をとても大切にしたいと思います。もう一週見るとしたら、多分この作品をもう一回見るとしたら、2期が決まった時ですね。はい。というわけで、とてもいい作品に出会いました。ありがとうございました。ということで、今回はこんな感じで終わろうと思います。とりあえず、クラシックリアクションシリーズ俺が見たい部門、毎日投稿編ということで、週末何してますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？見てきたわけなんですけれども、2月編はまだありますということで、次回は、色づく世界の明日から見ていこうと思いますね。はい。まあ、いつになるかはちょっとわからないんですけど、更新が。編集の兼ね合いで、もしかしたら16日スタート。これ多分12日に、多分投稿されてると思うんですけど、16になるか、まあ1日空くかすると思うんですけれども、まあお待ちいただけたらなというふうに思います。一応2月中にね、まとまるように、しっかりとこう、色づく世界の明日から上げていこうと思いますので、ぜひとも興味ある方はね、毎日9時楽しみにしていただけたらと思います。どっちも結構多分感動系だよね。2月は感動ウィークでございます。はい。累戦が大変でございますね。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、週末何してますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？第12話でした。バイバイ。